婚姻届に反話をしただけですが、最終回。偽装結婚からの離婚を経て、ついに両思いになった秋葉と百瀬が迎えた最終回でしたが、そのラブラブ期は一瞬で、なかなか賛否両論ある展開でしたね。今まで百瀬のトンチン感なところに振り回される秋葉のことを気の毒だなぁと感じていましたが、最後の最後で、 秋葉もかなりこじらせているというか、ちょっとめんどくさい感じになっていて、目が点になりました。秋葉は偽装結婚だから結婚していただけで、両思いになったからといって結婚はしたくないということで、も瀬と一から関係を築いていきたいって気持ちはわかりますが、結婚とか夫婦とか意味がわからないって何を言い出したんだと思いましたね。 偽装夫婦とはいえ、散々僕たちなりの夫婦になりましょうっても瀬とやってきて、その中でも瀬のことを好きになったんだよね、と混乱でしたし、もっとお互いを知ってから結婚したいって、そんなもたもたしてたら結局破局して一人になっちゃうんじゃないかとざわざわしました。もともと一人で生きていくつもりだった秋葉が、も瀬と気持ちが通じ合えたのは、 夫婦として生活を共にしていたからだと思うので、カップルというより夫婦でいる方が自然なのになぁと思い、急にピリピリしだした秋葉が謎でした。桃瀬経由で仕事が来た時もなんでそんなに嫌だったのか不思議で、確かに自分の力で認められて仕事をしたいって気持ちはわかりますが、どんな案件だって、 自分の次につながるわけですし、人の目に触れる機会は多い方がいいんじゃないのかなと、秋葉へのもやっとは積み重なる一方でしたね。挙句の果てに、も瀬とこずれてしまってからは、また仕事に集中できず、ぼんやりしっぱなしで、よくそんな心意気で独立したいとか、も瀬に文句言ったりできるなと、若干イラッともしてしまい、 最終回なのにハッピーなシーンは少なかったですね。すぐに結婚はしたくない、一からお互いを知りたいという秋葉の気持ちを汲んで、も瀬は次の家は別々でと考えたことは理解できますし、も瀬が結婚もしていないのに一緒に住むことに抵抗がある人だというのも理解できるので、そこに秋葉が なんで別なんですかって突っかかってきたときは、もはやちょっと嫌な女にすら見えてしまいました。ツイッターでもめんどくさいなという意見で埋め尽くされるほど、最後にこじらせたのは秋葉でしたね。秋葉の立場に立ったら、勝手に結婚に向けて動いていたり、再婚していないのに妻って言いふらしていたり、 自分だけ引っ越しの手配をしていたりと、確かに、も瀬が言葉足らずな部分はあったかもですが、好きという感情があったら、結婚の話とか、ちょっとは嬉しい感情とか出てこないのかなと、秋葉がも瀬を好きって気持ちすら疑いたくなりました。も瀬が初めての両思いに浮かれていくのは、純粋に可愛かったですし、 秋葉が買ってきたペアルックも着てくれたり、職場で妻自慢して営業をかけたりと、最高の夫なのではないかと思いましたね。見張ともちゃんと心のお別れができてよかったなと思いましたが、やっぱり見張は、も瀬が自分のことを好きだってずっと気づいていたみたいで、そのことをも瀬から言うならまだしも、見張から 別の人が好きだったんだよね、と言い出すのは、三春るの悪女感が垣間見えて、ゾッとしましたね。でも、決して悪い人ではないんだろうな、と思いますし、三春るの中でも、本当はも瀬を好きな時はあったけれど、朝日を選ぶまでに、すごく葛藤があったんだろうな、と想像できるので、三春るなりに、すっきりさせたかったのかな、とか、 も瀬が離れて行ってしまうことに、本当の意味での寂しさがあったのかなと感じました。そういうみはるの絶妙な心情を、も瀬は本能的にわかるのか。それは二人が幼馴染だからかはわかりませんが、みはるのこととは直接言わず、ある人のことが好きだったと伝えてくれて、も瀬なりの優しさに胸が温かくなりました。 長い片思いを経て、お互いにありがとうと言い合えた二人の関係はすごく素敵なものでしたよね。三春も最後には子供を授かったようで、彼女が欲しかった温かい家庭というのが叶いそうで、よかったなぁと心から思いました。ゆいとはまさかの熊本に行っちゃうということで、 秋葉のことを諦めていない感じではありましたが、最後はなんとマミヤがユイトに会いに行ったりして、この二人だったら絶対に幸せになれると思う、と胸熱でした。自分の気持ちを大切にするし、相手に伝えるけれど、なんだかんだで自分の引き際がわかるとちゃんと引いて、相手を応援しちゃうところなんて、 二人ともそっくりですし、ゆいとに会いに来た時のマミアの表情が完全に恋する乙女でキュンでしたよね。そんなマミアを見て似合ってするゆいとも可愛いかよでしたし、どうぞ二人で仲良く過ごしてくださいと、ここでやっとハッピーエンドを感じられました。森田は離婚後も、 元妻といい関係を築いていますし、秋葉の会社の先輩たちもカップルになっていたり、ジェネリック彼氏と別れて推し一筋の人生を選んだり、それぞれが自分なりの生き方や幸せがあって良かったですよね。なんと言っても大盛り上がりを見せたのは、も瀬の上司マスダとマルゾノが夫婦だったことで、思わず 飲んでるものを吹き出しそうになるほどびっくりしましたし、笑い転げましたが、なんだかお似合いで微笑ましかったです。おちゃらけ担当な印象が強かった増田でしたが、ええもを作りたい、クリエイターさんは根性を見せてもらわんと、と秋葉に言った言葉はぐっとくるものがあり、この人だったら丸園と夫婦というのも納得できますね。 夫婦って何だろうという問題に改めて向き合った秋葉とも瀬は、婚姻届に半を押したことで出会い、今があるという答えを導き、再び夫婦になる選択をしましたが、この二人が果たして今後もうまくいくのかどうかはわからないなと感じてしまいました。とはいえ、ハッピーエンドでよかったですし、秋葉のおばあちゃんも 夫婦生活を振り返り喧嘩ばっかりしていたと言っていて、うまくいかない時があっても、それでも大切な存在であることに変わりはないというシーンが揺るがなければ、それが夫婦という関係になるんだろうなぁと感じました。生き方が自由になってきたことで、夫婦という関係を望まないカップルや、一人を選ぶ人が多くなってきましたが、 夫婦になったから気づける関係もあるんだなぁと感じることができた作品だったと思います。ではまたお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。